今日は IFS でいろいろテストしていくんですけど、ちょっと雨上がりのせいでね、グリップがめちゃめちゃ悪いんで17秒台しか出ません。まあ、とりあえず走ります。そして初めてこのパーツやります。はい、先ほどの1パック目は、8.5 で最初ギア比いきましてですね、まあ、頭打ちがすごくて、そしてブレーキが超かかる仕様だったんで、バッテリーもね3分半ぐらいしか持たなくて、容量びっくりしました。で、今から 7.6 で走行していきます。はい、でタイムはね、さっきのねノーマル足よりコンマ約4秒から5秒速かったです。はい、ということで 7.1 だともうめちゃめちゃ良かった、走れる4、5分。今からやっとね全て終わったんで、まず最後にリアの C ハブ、このアルミ C ハブのキャスター変えるのと、あとタイヤをラッシュの新タイヤ VR3 やっていきたいと思います。36ですね。あとこれ4度ね、4度やっていきます。それで今日は終わり。はい、エキストラフレックス行ってきます。ボディか。4時、ギア比 7.1。
さあでは、初めてねラッシュの新タイヤ VR3 やっていきたいと思います。今新品なので多分ね新品からいけるはずなんですよねタイヤなんで、まあ様子見ながらちょっと飛ばしていきたいなと思います。さっきまで36シルバーでやってたんで初めてです、本当に初です。はい、ということで新しいね VR3 やってみたんですけど、まあね、なんかいろいろ言われてるじゃないですか、前のシルバーの方がいいとか言われてますけど、僕今初めてやったんですけどシルバーより感触良かったですよ。めちゃめちゃなんかね、若干やっぱタイヤが柔らかいんかわかんないんですけど、若干そのアクセルオンで横にずれるっていうのはあるんですけど、全然前にも出ますし、グリップも全然高いですし、しかもね5分タイムで、見たら1周以上ねタイム上がってて、でベストラップなんかは、コンマ6秒上がりましたまあめちゃめちゃ良かったですよ、本当最後まで持ちますしねタイヤライフ。コンマ2落ちで、コンマ2落ちでずっと5分間走れてたんでベストラップ。次、ARS の C ハブのキャスター4度やってみます。1回ねやってみます。はい、じゃあキャスター4度行ってきます。あとね1個気になるのがタイヤ2パック目、それも気になる。
はい、ということでちょっとねキャスター温度、まあ、体温見ないと実際わかんないんですけど、まあなんかね一回りちっちゃく曲がるなーっていうのはありましたね。そしてタイヤのことなんですけど、2パック目でもその1パック目の新品のめちゃめちゃ曲がるっていうのはないんですけど、もう2パック目でも1パック目の後半のライフと同じぐらいずっと行くんで、で最後のねタレとか全くないです。タイヤのずっと同じ感覚なんで全然ね合わしやすいです。はい、ちょっとタイム見てみましょう。これが1パック目のキャスターが2度、キャスター2度の、VR3 タイヤ新品です。0から始まって122と来てですね、で最終的に19周の5分9秒だったんですね。それが今ですよ。まあ最初ちょっとロスがあったんですね。16秒6から来てで、ね、こっからねだんだん慣れてきて000111、15秒9まずベスト更新からのずっと0とかで走れます。で5分9だったのが19周の今回5分7になりました。これえぐないですか皆さん。これありですよ。でねタイヤもね2パック目でも全然いけます。あの見た目ちょっとね削れてるんですけど2パック目でもタイム出ますよ。であとキャスター4度に変更したことによってねコーナー楽に曲がるようになったんでアベレージも刻みやすいです。そういうことでした。これが2パック目のタイヤの状況です。まあ見た目はまあまあね途中古タイヤに見えるんですけど、これフロントですね。あのね全然いけますね。今日はもう時間切れで5時なんでできないんですけど、まあまあまあまた次回練習で使うと思うんで、まあまたそこら辺も撮っていきたいなと思います。